リスガイ属は、玉ガイ家に属する巻貝である。体が2から3センチメートル程度の卵円形の薄い貝殻を持ち、殻口は広く、へそ甲は、へそ板でほぼ塞がれる。蓋は角質。軟体は大きく、殻を覆う。千回の砂底に住み、他の貝を捕食する。属名のマミラは、乳首を意味する。この属に属する貝として、日本では以下の五種が知られている。 ネズミガイとリスガイはいずれもへそコが塞がれ、若ガイの模様はよく似るが、リスガイの方が殻の色が明るくてわずかに細長く、光沢が強い。オオネズミガイはネズミガイよりも、さらに休憩に近く、へそコが塞がれない。ヌノメリスガイとミカワネズミもへそコが塞がれず、殻に光沢がない。この属に近い貝として、白色で細密な螺旋を持つネコガイは、 へそコは開き、死にない赤の猫外属ユニティサナに分類される。また、白色で厚い殻を持ちへそコが C 字型に塞がれるトミガイは、トミガイ赤ポリナシニのトミガイ属ポリニセスに分類される。江戸時代の武蔵石小飛吹によるメハチプには、ネズミスケ、白ネズミ、トミスケとして掲載されているが、異なる種族との認識は、まだない。ありがとうございます。